だから移行してあげて因数分解でしょ。はい、その通りですね。よって 3θ は0、 5θ が1/2、そのような θ を答えたらお前の価値だな。でこれでいいです、これでいいんです。じゃあここがこんな風にされたらどうですか。そんな風にされても余裕こいで問題解けるかな。おじちゃんごったこれ、おじちゃんごったこれ。そうなんです。常に公式たちだけで対応できるような形かと言ったらそうではないんだけども、形としてある特徴があって、それはなんかサインの角度違いのものがイコールであるような状態、こんな時って何かしら特別な対処ができるんじゃないのかっていうことで取り上げたのがこの角度違いのそれぞれの三角比がイコールであると何かおもろい対応できるんじゃねえかという話ですね。これそもそもさ、よく考えてみてほしいんだけど、そもそもやね、サイン A イコールサイン B って、サインって円の中の何やったっけ、 Y 座標でしょ。ってことはサイン A っていうのはどっかの値なわけや、ね、ですよね。だから角度としてはもしかしたらこれが A かもしれないし、いやこっち側が A かもしれないね。いやどっちかは知りません。そんな値とサイン B がイコールだよって言ってます。なんか特徴ないっすか。 A と B の間に成り立つ関係って何かないですか。例えばもうちょっとイメージしてもらおうか。サイン60度とサイン B がイコールですよ。 B って何ですか。60度、120度もあるな。他にもない。420度でもいいな。マイナス300度でもいいよね。そう、定義次第やけども、B ってここかここになるような値をイメージしながら答えていけば正解になりそうだね。じゃあちなみに、ここがもう60度だとすると、B がここだとすれば、B は60度は正しいけども、120度の時でも正しくなるから、いやさらに一周したっていいんだから、いやこっちだって一周したっていいんだから、一周したっていいんだから、なんていうことを言っていくと無限にありますね。これ全部一括で表せないからうまいこと。A と B の間にはどのような関係があるのか。 A って B と等しいかもしれないけれども、等しいちょうど同じ60度とは限らないですね。60度から一周ずれてる可能性がどっち周りにでも永久にあり続ける以上をこう書いたらよくなります。プラス 2nπ、 ただし n は自然数、あごめん整数、整数です。マイナスの方もあります。伝わってる、逆に350度もあるマイナスの方でもいいです。これ伝わってますか。意味伝わってる。 A が60度やったら B は60度でもいいけど、そこから1周いった420度でもいいねって2周いった 4π 足した780度でもいいよねって言ってるわけです。大丈夫。いやいや B が60度だったとしても、あごめん、 A が60度だったとして B は60度の場所に限られないですね。こっちの場合でも OK だよね。同じサインの値は一緒になりませんか。なるよね。だったらいい、この60度とこの120度の間には一体どんな関係があるんや。ここを一般的にまた A って戻されちゃうと、ここって何度なんし、ここが A ならここって何、何？
45度やったらここは135度ですね。30度やったらここは150度ですね。A やったらここ何度？π-A。この角度って π-A になりませんか？え、なんでですか？だって π-A と A 足したらちょうど180度になればいい。違う。ここの角度も A だよね。対称やで。A だったら π-A かな。というふうに角度が分かるから、A とイコールになりたかったら、ごめんなさい、 B とイコールになりたかったら A の値は B そのものの場所か、もしくは π-B の場所にいるべきだ。伝わってる？ B と値が一緒になりたかったら A っていうのは B と同じ場所、もしくは π-B の場所と一緒になっていればいいです。その場所と同じ動径じゃなくてもよくて、 N 周ずれててもいいわけですから、プラス 2nπ という形で書いたら全て表せてんじゃねえか。いい？難しいと思います。自分で再現できないと思います。問題解いてみたときにね。多分出会うのは何ヶ月後か後やと思うんでね。ちゃんと休憩取るんでちょっと待って。これサインですね。ほんなら同じような発想でコサインをこのように作ってみてください。なんと休憩取りますか。はい。コサイン作っちゃおう。俺はいつも作るときは自分でこうやって絵描いて、あれと一緒になりたかったらもう片方がどうなればいいかっていうのを自分で頭で考えます。忘れるから。ここの特にパイヒクビーとかっていうこの発想が忘れるから。こっち側はいけるよ。同じ場所プラス N 周ずれやろ。言葉で書いてます。同じところプラス N シューズです。これが N シューズ。同じところプラス N シューズっていうふうな感じで覚えてます。やったら何て書けますか。 A イコール、はい、B たす 2Nπ。 これ一緒やから、そもそも同じ場所やったら絶対コサインの値って等しい。でも N 周ずれてたって問題ないわけですから、プラス 2nπ OK ですね。これ大丈夫ですか。イメージつきますか。同じコサインの値ということは角度がそもそも一緒、そっから N 周ずれてても値は一緒なんですね。こっち何て言うの。あ、賢いな。よう出てきたな。そうやな、上下やんな、コサインってことは、この角度とこの角度でもいけるわけやから、B に対してマイナス B でもいける。ということで、マイナス B プラス 2nπ。 省略してプラスマイナス B プラス 2nπ って書くことが多い。まあ別にその辺は難しいの。 N は整数って終わりですね。タンジェントは、タンジェントあれは1イコール1。 1イコール1。タンジェント A イコールタンジェント。自明誰やと思う。タンジェント自明でした。すいません。さあ出ましたが、 A イコールこれありますね。 B プラス 2nπ も確かにイコールですね。角度がそもそも一緒である。これ OK やな。あともう一個や。あともう一個です。タンジェントの値が等しいってことは、角度がそもそも同じ場所か。そうですね、角度がこっちにずれてもいいよね。ここだってちょうど180度ずれた場所の傾きは同じです。ってことは何て書けるの。はい、 π たす b プラス 2nπ と書き表せますね。180度ずれてる。これさ、このタンジェントだけはちょっと意識してほしいんだけど、これさ、まとめて書けない。結局 B たす π かっこ B が60度だったとすると、60度、240度、420度、600度というふうにずっと π ずつ連れてったら永久にいこうじゃん。もう一回言うで、ここが60度やったら、そこから π ずれた180度ずれた240度も答えるし、そこから180度ずれた420度も答えやし、そこから180度ずれた600度も答えやし、そこから180度ずれた780度、永久に180度足し続ければ永久に答えと一緒じゃない。タンジェントの値はイコールになる。
逆に60度から180度戻ったマイナス120度も答えやし、そこからさらに120度戻ったマイナス300度だって答えやな。永久に π ずつずれていけばいいんだから、まとめると B プラス nπ でいいと思いませんか？いいと思わない？はい。ということで、タンジェントの表記に限ってはもうこのような形で表せることが多いし、なんならこれ2つ考えるの面倒くさいから、多分この形でちゃんと答えれるようにしておくと最も最短というか最速で答えれるんじゃないかと思います。じゃあ休憩も含めて、30分までに自分で問題解いとくよ。休憩も含めてます。休憩も自由にしてください。自由にどうぞ。答えか。さあ行きましょう。1番、4シータと3シータが等しいんだというような状態で、 3A イコール 3B 型ですね。なので4シータが3シータと完全一致するか、もしくは 2nπ ずれているっていう形がパターン1として考えられる。ただし n は整数ですね。というのがパターン1。パターン2としては4シータが3シータと完全一致ではなく、π-3θ と一致している。そこから N 周ずれたところですね。はい、この2パターンに限られますね。大丈夫。この2パターンに限られる。そうすると、ここからは式を解くイメージで 3θ を移行すれば、θ イコール 2nπ と出てきます。そう、2nπ なら全部答えなのかというところなんですけども、大事なのは、θ には範囲がありますね。つまり、0から 2π を満たすような N じゃないと、そもそも議論にならない。θ は0から2π より n イコール0の時のみですね。 n イコール0の時しか範囲に入らないでしょ。1入れてごらん、 2π になるよ。1入れたら 2π は範囲外ですね。入ってないかな。2入れてごらん、 4π なんてもう入ってないね。マイナス1入れても入ってないよね。 n は整数ですから、0プラマ1プラマ2以外入れられないんですよ。それで入れられるものって0以外ないわ。よってシーターは0のみです。これがパターンの1つ目から出てきたシーターの値ということになります。続いて2つ目のパターン、これも解きましょう。そうすると7シータプラス π プラス 2nπ、 いやー因数分解しとこうか、 π で送っとこうかな。π、 いや 2n 足す 1π って形してますね。ってことは θ は7分の 2n 足す 1π っていう形になりますね。これであれば一緒のサインの値になるってことやね。こういう θ であれば。だけど θ の範囲は0から 2π ですね。n の中には何から何の値なら入れられるのか考えればいいね。何から何まで、0から2π じゃない。はい、定不等式を解くときにどんな頭使ってるかって考えたら式想像できるかな。これ別にもうここまで書いてくれたら n イコール何々の時に満たすって一言書いておいてくれたらそれで終わりでいいんだけど、一応かっこよく解いておきますね。0からシーターの中に入れてあげる。かっこよく解こうと思ったらこんな感じですね。で両辺7倍やって 14π ですね。ってことでここに入るような n は n イコール0で 1π だな。2入れてもまだまだいけますね。1入れても 3π、 2入れても 5π、 3入れても 7π か。そこまでいけるんや。6に12プラス1で 13π やな。6の次7入れたらまずそうですね。だから0、1、2、3、4、5、6までが正解になりますよね。よってその n を戻した θ の値っていうのが正解だな。よって θ イコール7分の π、 7分の 3π、 7分の 5π、 7分の 7π、 7分の 9π、 7分の 11π、 7分の 13π。 ここまでかな。はい、答えはこいつと合わせて0と7分の1から7分の13までということになります。これが正解になりますね。こんなの方程式を入れたらえらい目に遭う。4θと 3θ なので、ね、方程式を取ってたら偉いみたいですね。
方として知っておきましょう。知識として知っておきましょう。多分受験前に、うわそういえば昔やったな、どんだけずれてたっけ、どうやってイコールやったっけ、何やったっけ、何かあったよなっていう話絶対誰かする。はい、じゃあ続いて2番です。サイン 2θ イコールコサイン 3θ。 さあ、どこからどないしてたのかな。頭を使おうね。いやちょっとね、なんか 2θ を崩してコサイン 3θ も3倍角使って崩そうかなって一瞬悩みますが、俺は諦めますね。なぜかというと、サイン 2θ が2サインコサイン θ だから諦めます。言ってる意味分かった。2サインコサインだったらなんかまずそうな気がします。サインとコサイン混じってたらやばそうだよ。だってコサインの3倍角はコサインだけで表しますよね。マイナス4コサインプラス3コサイン3乗 θ だからね。因数分解かろうじてコサインでくくれるけど、その後やな、その後やばそうだな。でもって撤退かなって感じ。まあ行けるところまで行ってみてもいいけど、ね、さあ発想的に教えたのはこれですね。サイン A イコールサイン B、コサイン A イコールコサイン B、タンジェントイコールタンジェント B っていう形以外はまあ解くことができなくて、まあ、解くことができないけど、この形なら教えたわけで、頭をどう使えばいいかな。壊れた。聞かんかったよかった。絶対やってるよ。サインとコサイン統一したらいいね。統一するための方法、君らは知ってるでしょ。他の予感じゃない。使えばいいじゃないと。例えば、こいつであれば、こう書き直せないかな。コサイン、2分の π 引く θ ちゃいますか。あ、慣れがいると思います。絶対に慣れがいると思います。じゃない。だって、コサイン90引く θ って、サイン θ。という方法を用いて関数統一をすることができればコサイン A イコールコサイン B って話ですね。解けるから。よっしゃ。って感じになります。あとから入れてみよう。あとから入れてみましょう。